プレシアーノ右サイドです。ニコルズ戻してレッキー、もう一回ニコルズ、プレシアーノに当てる。バイタルのところは割らせない日本、あの大谷にすぐ出ていくもんですから、ね、はい、なかなかこれ全然前抜けませんからね、オーストラリア。さあしかしここクロスがケイルフリーになっている。いやー最後の最後にこの人に自由を許してしまいました。うまく間に入られちゃいましたね。まあ、うまくファンに逃げるんですね。ディフェンダーのシアから逃げて、ここでやっぱフリーでこうやって蹴らせるんですよね。13番のベヒチですかね、はい、で最初森重がねついてるんですけども、その間にこうファンに逃げてフリーになっちゃうんですよ。完全に日本のセンターバックからフリーのタイミングを作って合わせるだけというケイヒル。ちょっともったいないですね、これはね、これはもう、まあ、今宮本さんも言ったように、ボールを上げるところに、それまでみんな大谷どん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 出てたのに、あそこのところだけちょっとこう、はい